入手した武器の数、499分の320。入手した防具の数、246分の182。討伐したボスの数、18分の10。テラリアコンプリートを目指して、どうもナンパニーです。今回は前回の続きで鉄を集めながら地底世界まで掘り抜こうと思います。ってことで、ああまた取っちゃった。捕まってたまるか。よし、じゃあ向かいまーす。よいしょ。結局捕まりました。お前はまだ間に合う。逃げるんだ。下大丈夫だったかな。水用意してるよね。僕のことだから。うん。用意してるよね。あれ、ここに水あったっけ？そもそもだけど。お。帽子似合ってるね。ありがとうございます。殺すよ。なんで？おお、帽子もらった。僕のが似合ってるってことかな。あ、似合ってるね。僕のが似合ってるわ。うん？あ、ヨーヨーゲット。これはもう持ってるもんね。で、盾の像ゲット。うわ、なんかいっぱい像がある。あと、お前誰？もう疲れたのかとラッシュ。うわ、像いっぱいあるな。これは十字架？これなんだ？ドラゴンフライ。トンボ？トンボっぽいね。こんな石像あるんだ。あとなんか、人。正しくは死神の像。でも、ただの飾りだから覚えてなくても大丈夫だよ。ハートももらって帰りまーす。うわ。首向こう向いちゃってるよ。これ僕のこと見えてますあなた。見えてないですよ。見えてるんかい。見てないですよ。これはサソリかな。見えないです。うん。もう壊されてた。サソリね。ここからさらに下に掘っていきまーす。うわ、どんどん来るわ。ちょっと敵が多くて、掘るのに集中できない。よし。とりあえずは、これで一安心かな。これで邪魔されない。邪魔されるわ。なぜ安全だと思った。いや、思いっきり邪魔されるな。深いか。やべ、ぶね。ああ、もう見えてきてるね。完成なんじゃないでしょうか。もう少しで今回のもう一つの目標、リードもゲット。またかい。またブーブークッションゲット。そんなドロップ率良かったっけ？もっと低確率だったイメージなんだけど、そんな出る？おっと、地下シェルター発見。マジで深いところの地下シェルター。いや、もうこれもう地獄ついてるだろう。藤壺もあるし。藤壺ってなんかのギミックだよね。ププ、引っかかってやんの。どうやったら発動した今。はい、か持って帰るか。なんか、スイッチかなんかあった。っていうわけではない。もう踏んだら発動するんだ。今、火曜サスペンスみたいな声出さなかった？もう一度聞いてみよう。うん、ちょっと無理あるかな。寄せに行ってるじゃん。ドアから入りたいけど、ドアの場所がわからないな。ちゃんとお行儀よく入りたいんですけど、壁ぶち壊して入るだなんてはしたないよね。あ、上に入り口があった。それだな。なんかかわいい絵画ある。ありがとう。あ、そっちか。あれは何の絵画だろうな。これなかなか可愛いね。猫かな？キャット。おー、いいね。可愛い。そしてアイテムが早くもいっぱいに。じゃあ開けまーす。ていっ。あら、意外とそんなにいいものは入ってないんだ。なるほど。一旦ちょっとここに預けときます。必要になったらまたここに取りに来るっていう。あとピアノ2台あるけど、音楽一家。芸術一家の家だよ。これも着るか。サファイア。ゲット。これは美味しい。で、黒曜石はまだ掘れないんだ。くー。なるほど。ってことはもうここも掘れないじゃん。あー、そういうことか。完成はできないのね。なるほど。ちょっとあの藤壺まだ欲しいな。トラップとして使いたいんだけど。藤壺トラップもう一個欲しい。右と左につけたい。あ、骸骨商人いる。いいものあるよ。いるけどお金はないぞ。やっぱりいいものないわ。いや、何気にテラリア日本語化したらこいつが何て言ってるのかが一番楽しみかも。ミカ。ミカさんっていうのあなた。トトロみたいに言うなよ。売ってもいい余った骨をいくつか持ってないか？壊れた腰骨を取り替えたいんだ。元通りに。いや、なんとなく、ね、和訳すれば意味はわかるけど、どんな言い方してるのかが気になるよね。まあ、特に必要なものはないね。うん。かな。なんかヨーヨーのこれだけ買っとく？ほいっと。1個だけ買いました。ん？こんな深いとこにトロッコがある。怖いな。マグマ層のトロッコか。怖いな。お、これはルビーじゃないか。よし。どんぐりもゲット。トロッコ乗りたいけど、その前にアイテム預けて、あら？ヘルメットをいつゲットしたんだ？実はどこかで落としてます。膝が痛むな。トロッコ乗りまーす。イソギンチャク取って、なんだろうね、イソギンチャクとか、藤壺とか。お前が勝手に言ってるだけだろ。安全運転で。安全運転、安全運転、安全第一。取れ高第2位。すぐ死にそう。ああ、安全トロッコだった。ん？あ、待って、それまずくないか。ああ、そんなトラップあんだ。このトラップは知らんわ。考えたやつ天才じゃん。だろ？知ってる？